この冬一番履いてるスカートかもしれない。皆さんこんにちは、マリです。今日はリーホリックで買ったお洋服を紹介していこうと思います。11点、そのうちの5点はちょっと失敗してしまって、そのうち6点はすごい良かったので、良かったやつ6点とちょっと失敗してしまったやつ5点、両方ともご紹介していこうと思います。失敗してしまったものに関しては、私の身長がちょっと小さすぎるっていうのもあって、サイズが合わなくて返金してしまったっていうのもほとんどです。身長が私よりも大きい方だと可愛かったかなって思うものもあるので、最後まで見ていただけると嬉しいです。まずは最初にスカートからご紹介していきたいと思います。マーメイドスカートのベージュですね。 S サイズを購入しました。今回スカートを結構購入していて、これは綺麗めなマーメイドスカートです。ちなみにこの上に着てるのも、ちょっと前のディーホリックで購入したカーディガンなんですけど、これはね、検索したらちょっと出てこなかったので、可愛いんですけどね、ご紹介できずに。こんな感じです。このね、結構タイトな感じで、ベージュって言っても結構ライトベージュですね。長さは私の身長で足首ぐらい、すごいちょうどよくて綺麗なマーメイドスカートだと思います。身長高い人だとね、こういうこのぐらい出るようなスタイルなんじゃないかな。後ろがすごい可愛くて、前はここね、まっすぐなんですけど、後ろがこういうちょっとヒラヒラしていて、なんか魚みたいですよね。すごいスタイルがよく見えます。結構伸びますね。ハイウエストで、お腹はきつめかな。生地もね、ちょっときれいめな見た目をしてますね。ちゃんとラジもついてます。まあ、透けたりとかも全然大丈夫ですね。続けてスカートをご紹介していきます。これがね、序盤で出しちゃうんですけど、一番良かったスリムマーメイドスカート、これもね、またマーメイドスカートなんですけど、ダークブラウンのワンサイズの3421円、 S サイズ以外の方も参考になるかなと思うんですけど、私の身長ですら足首がちょっと見えていて、こうゆとりがあるんですよね。さっきのマーメイドスカートよりは緩く広がっている感じです。こっちの方がカジュアルかな。で、すごいね、さっきよりも伸びる。で、ちゃんと裏地もついてます。要はこのダークブラウン、結構黒っぽいブラウンですね。こういう感じで、これは裏がすごいあったかいんですよ。裏キモって言っていいのかな、なんかフリースみたいな感じなんですよね。裏キモではないのかな。これは見た目は綺麗めの素材に見えるんですけど、本当にあったかいの。足首出てるけど、150センチぐらいの方だとロングなマーメイドスカートだなと思うんですけど、ちょっと身長が高い方だと足首以上出ちゃうと思うので、私の今のシルエットとは変わってくると思うんですけど、ウエストのところはなんか口コミ見てみてたら大きいって言ってる人もいたんですけど、それはこれかな。すごい伸びるんですよ。これすごい伸びるので、多分ここが緩いって思う方がいたのかな。ぴったりはしてないの。確かにゆとりはあるんですけど、全然大きくは見えないので、とっても着やすいです。すごい履きやすくて、ロングじゃなくてもいい方だったらもうすごくおすすめします。結構 YouTube 身長低い方、同じぐらいの身長の方も見てくださってるかなと思うので、そういう方にはもうとってもおすすめします。で、これが気に入りすぎて色違いも買いました。本当に良かったの。もうザラのパンツと同じこと言ってるけど、本当に良かったの。これは色違いでベージュです。ベージュって言ってもグレージュっぽいように見えますね。ちょっとグレーがかってベージュという定義。これも3078円だから、これも本当に安いと思います。ただ、さっきのダークブラウンよりは中に着てるお洋服とかの線とかがちょっと見えるかなっていう印象。色はこっちの方がすごく好きです。かわいい。これもね、ちょっと高そうじゃないですか。この冬一番履いてるスカートかもしれない。次はずっと今上に着ていたカシミヤコンリブハーフネックニット7色あるみたいで、これはアイボリーを購入しました。サイズはワンサイズですね。これが値段が3938円。スカートの方が安いんだね。アイボリーだから真っ白っていうよりはちょこっと黄色みがある
ニットですね。でちょっと線が変わってて、太いところと細いところとあってちょっと変わってるなと思って購入しました。使いやすいかなと思って、首もそんなにこう高くなくって引っかからなくてちょうどいいです。ですごいすごい伸びますねこれは。手の長さは私でこのぐらい、ちょっと長めかなと思います。全然切れちゃうぐらいの長さかなと思うんですけど、身長高い方とかの方がちょうどいいかもしれないですね。全然ギリギリ切れるんですけど、だからいろんなサイズの方が切れると思います。でタイトだけどちょっとゆとりがありますね。私は今キャミソール着てるんですけど、ちょっとだけ透けるかな。でもこれぐらいだったら全然いいかなと思います。生地も少し分厚めというかちょっとあったかい感じですね。なので気持ちいい、すごい着てて気持ちいいなと思います。丈がね結構長くてここまであるんですよ。私が着てお尻下まではいかないかなってぐらい。私はちょっと丈が長すぎるとさっきのスカートとかラインになっちゃうので、あんまり本当は好きじゃないんですよね。もうちょっとタイトで短いかなと思ったんですけど、なのでアイボリーはこのまま使ってるんですけど、アクアグリーンって色も本当は購入しました。写真よりもちょっと緑が実際は深緑っていう感じで、写真で見るとすごい綺麗に見えたんですけど、着てみたら私に色が合わなかったなと思って、長さも私の体にはちょっと大きかったので、アクアグリーンは返却させていただきました。ただアイボリーはね使いやすいかなと思って、1枚あってもいいかなって思うタートルニットでした。カーディガンです。ハートボタンケーブルカーディガン、フリーサイズで値段が5266円、色はアイボリーを購入しました。緑も可愛いですよね。さっきのアイボリーともまたちょっと色が若干違って、さっきのアイボリーはもっとこう黄色っぽいアイボリーなんですけど、これはねどっちかといえば2滴ぐらい黄色いの入ったかなってぐらい。これと比べるとねちょっと白っぽい、首は少し広めです。結構しっかりしたハートがついてます。ちょっとね下に向きがちなんですけど、ここが多分重くてね、すごく可愛いんですよ。このモノトーンでこのハートがすごい可愛いなと思って、これが一番欲しくてイホリック購入しました。で柄もねすごい凝ってるんですよ。このカーディガンギザギザしてて編み編み、またこの辺から柄が違うんですよね。ウエストのところもちょっとこういう、腕も同じようにここが柄違って、ここから編み編みしてる。結構柔らかい感じの素材ですね。全然チクチクするような感じじゃないです。でちゃんと分厚めのニットになってます。写真のイメージよりはもうちょい大きかったかなと、もっとちっちゃかったらもっと良かったけど、まあこれでも全然可愛いと思います。こんな感じのカーディガンです。ではこのぐらい、まあ、ギリギリ、この辺とかもね結構大きいし、毛は私だとお尻下まで来るぐらいかな、ちょっと長めで。さっきのスカートでも可愛いんですけど、ジーパンとかねそういうのも可愛いと思うんで、ジーパンにロングブーツとかそういうので履きたいなと思ってます。緑とかもおしゃれさんはぜひチャレンジしてもらいたいな。カーディガンを開けて着てみました。開けるとボタンが下に向いちゃうので、これは閉めてる方がこの良さは出るかなっていう。飽きちゃったらねこういう感じでも着られると思います。次はスカートで、一応良かったものとして入れてるんですけど、スリットポケットスカートとビージュでワンサイズですね。今日のスカートで一番短いかな。で一見ね可愛いなって思ったけど、ちょっとイメージと違いましたね。私で結構短い、フェルトっぽい感じの生地で、ポケットが可愛いなと思うデザインなんですけど、サイズが私には大きいかなって。でねここが空いてるから寒いじゃないですか。もうちょっと暖かくなったら着ようかな、今寒いので。以上が良かったやつです。ちょっとイマイチだったやつです ね写真撮っとけばよかったね、それすっかり忘れて。無難に使えるかなと思って黒買ったんですけど、ちょっと大きかったかなって。私には白の首よりもちょっと長めで、あんまり分厚くなくて、ゆるっと着たい人はいいかなと思います。私はちょっとだけ自分の体には大きくて返却させていただきました。でもサイトのね口コミはすごいんで、ラグランクロップドニット、色もクロップド丈もすごい良かったんですよ。色もすごい綺麗ですごい良かったんですけど、腕が長いね。ちょっとこれもともとデザイン的に腕のとこが広いデザインから、私には長くてデカすぎて、仕事でも絶対着れないし邪魔で着れないなと思って返却させていただきました。
でも色はねすごい可愛かった。だから我慢して着ようかなって思ったんですけど、身長高い方とかの方がかっこよく着れると思います。着れたらよかったな。色はすごい好きでした。最後に結構ね大きいの買っちゃったんですよ。すごく勝負をしまして、フェイクファーカラーキルティングロングコート、ネットでコートってどうなんだろうって思ったんですけど、ちょっとディーホリックならいけるかなと思って買ってみました。色はアイボリーでワンサイズ。ワンサイズっていうのを疑わなきゃいけないね。ワンサイズは慎重にいこう。でも6000円にしては立派じゃないですか。立派だと思う。手には見えないよね。ここがこうフェイクファーって言ったやつですね。これついてるし、でここが本当はこう絞れて、写真だとねすごくスッキリして見えたんですけど、これつけないとこうどうどう、いける、オーバーサイズいけるって言っても、これはちょっとオーバーサイズすぎるんじゃないかな。身長高い友達にサイズが合えばあげようかなと思います。すごく残念という感じで以上になります。やっぱりねネットでお洋服を購入するのってすごい難しいと思うんですけど、懲りずにチャレンジしていきたいと思います。でインスタで今日ご紹介したお洋服とか、いつも YouTube でご紹介してるお洋服を他のお洋服と合わせてる写真もあるので、よかったら見に来てください。動画もよかったらグッドボタンとチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。励みになります。よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。